こんにちは、ふたつきです。ダイソーに行ったら、こちらの UV レジンキットを見つけました。クマのチャームとキューブピアスの2種類が売っていました。去年はウサギと猫のチャームが作れるものが売っていましたので、新しいバージョンですね。このキットを使えば、簡単にピアスとチャームが作れます。レジン液は別売りになっているので、ダイソーの手芸品売り場でこちらのレジン液を買いました。バーコードです。今回はこっちのクマのチャームを作ってみます。パッケージを開けるとこんな感じです。ソフトモールド、リボンパーツ、パールビーズが10個、ボールチェーンが入っています。こちらのパッケージに用意するものも書かれていて、UV レジン液、UV ライト、これは太陽光でも大丈夫です。ピンセット、爪楊枝が必要です。パッケージの紙を開いてみると、詳しい作り方が載っています。硬化させるポイントなんかもとても詳しく書かれていて、初心者さんでも安心して作れるかと思います。これをこのまま作っても簡単すぎて動画としては面白くないと思うので、この説明書は使わずにアレンジして作品を作ってみます。いろいろ材料を足して制服風のクマのチャームを作ってみます。イメージとしてはこんな感じ。裏面はピンク色にします。材料です。UV レジン液はクリアとミルキーピンクを使用します。チェック模様のリボンでスカート部分を作ります。デザインシートのリボンを胸元に配置して制服のリボンっぽい感じにします。最初にフェルトを使ってブレザーの形を作ります。型に合わせてフェルトをハサミでカットします。少し大きめに切ったフェルトを型に当てながら不要な部分をカットしていきます。袖口からほんの少しだけ手が見える長さに袖をカットします。丈の長さは短めに腕の下あたりで切っておきます。襟をカットします。中心部分に印をつけます。印を目印にしながら V 字になるように襟を切ります。ブレザーはこれで OK です。次にスカートを作ります。リボンを端から8ミリくらいの長さにカットします。した部分に瞬間接着剤をつけてリボンの形を折れ曲がった形に固定します。先が少し開くように形を整えます。同じパーツをあと2つ作ります。カットしたリボンの長さが全て同じになるようにしてください。1枚背景用のリボンを5ミリくらいの長さにカットして広げておきます。型にレジン液を入れます。ミルキーピンクのレジン液を型の3分の1くらいの高さまで入れます。爪楊枝で全体に広げます。通し穴を作るための棒の根元に気泡ができやすいので気をつけてください。
気泡を抜きます。大きな気泡は爪楊枝でつついて潰します。少しエンボスヒーターを当てて小さな気泡を飛ばしてから硬化します。透明なレジン液を型の8割くらいまで入れて全体に広げます。制服のパーツを入れていきます。先ほどカットしたフェルトをレジン液を染み込ませるようにして入れます。レジン液が足りない場合はフェルトの上に透明なレジン液を出してください。スカートを作ります。平らにしたリボンの布を入れます。そこに敷き詰めるような感じに配置します。布にレジン液を染み込ませます。折り目のついたリボンのパーツを配置します。最初に接着剤で形をつけたリボンのパーツを入れます。型から上に飛び出していても大丈夫です。配置しにくい場合は裏面を少しハサミでカットして安定するようにします。ブリオンを使ってボタンを作ります。ブレザーの真ん中にゴールドのブリオンを2つ配置します。袖口にもそれぞれ1つずつブリオンを置きます。硬化している間にデザインシートのリボンをカットします。セリアのペット製デザインシートミニレースのリボンを使います。使いたい色のリボンをハサミで切っておきます。周りの透明な部分が少ない方が封入しやすくなります。透明なレジン液を型いっぱいまで入れます。通し穴を塞いでしまわないように気をつけながら爪楊枝で全体に広げます。スカートのひだの間にも少しレジン液を塗っておきます。デザインシートのリボンを配置します。クマの胸元にリボンをレジン液に埋めるようにして入れます。ホログラム丸を使ってクマの目を作ります。黒い丸の上にピンクの丸を重ねてアニメっぽい感じの目にしてみます。クマの鼻は目と同じホログラムを少しハサミでカットして入れました。配置を整えて硬化します。硬化したら型から取り出します。裏面がベタつくときは裏面を上にして再度硬化してください。ボールチェーンを通したら完成です。できました。あまり制服っぽい感じではなくなってしまいました。ブレザーは紺色の方が制服っぽくなりそうですね。今度やるときは紺色でやってみます。スカートのひだはそれっぽい感じになりました。こちらのキットはクマの形が可愛くておすすめです。完成したチャームは厚さ約3ミリと薄めで軽くて持ち運びしやすいサイズになります。100均のレジン液1本でも十分作れます。皆さんもぜひやってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。